久保さん。今回ブログアフリエートにしましょうか。いやね、久保さん。僕ブログのアドセンスやってるんですけど、いいっすよ。何がいいかっていうと、あの、アドセンス多分な、数年前ですね。昔はなかったんですけど、自動広告っていうのが機能としてついたんですよ。で、これは、今までは、そのレ、レあの、バナーに、 この長方形のアドセンスを入れるとか、ブログのこの記事の中に、なんかこういうバナーみたいなのを、このレンタルなんたらタグみたいななんかそれ入れるとか、自分でソースコードを発行して、で、自分の入れたいところに入れるっていうやつだったんですね。昔までのアドセンスっていうのは。で、今は自動で、ただそのブログにね、はしあのヘ、ヘッドスラッシュの上かな。 そこにまあソースコード入れる、一本入れるだけなんですよ。で、そして勝手に Google が最適化した、そのサイトに最適化した、勝手に入れるんですよ。で、なおかつ <laughs>、これコンパーションいいんですけど、結構ヤクザ広告なんですけど <laughs>、これも Google さん勝手にやってくれるんですよ。なんかページをね、移動したらポップで出てくるんですよ。 やばないですかこれ。ページを移動したらポップで出てくるみたいな。で、しかもその広告が、そのユーザーに適した広告を自動で出すんですよ。だ例えばそのユーザーがね、そのユーザーが最近不動産のなんかマンションとか見てたらマンションのポップ出てくるし。まあ、YouTube と一緒ですよね。基本的に。だから YouTube も自動で広告出てるじゃないですか。読み取って。ユーザーの あのユーザーが最近見た広告を露出するのかその、うん、文章その動画に対して適切な広告を出すのかっていう自動ですよねブログも久保さん今自動なんですよ <laughs> で僕ね今年中にまあ今大体いい今月のアドセンス収入が5000を超えてき始めたんですね で多分これ今年中に1月1万ぐらいにはいけんじゃないかなと思ってるんですけど、まあ1万か少ねえかって思う人もいるかもしれないですけど、まあ作業時間が、あ1日15分なんですよ。1日15分で1万円稼げたらよく,よくないですか僕は思ってるんですね。で、これは、 やる作業変わってないんですよ。1日15分のブログの1記事を投稿するっていう作業は変わってないんですけど、収入は変わってるんですよ。まあ、それはストック増えてるんで。だからこれね、僕ね、10年続けたら、まあまあすごいことになるんじゃないかなと思ってるんですけどね。まあまあ、資産になるかなと。で、実はこれは、あのー、あれなんですけど <laughs>、あのー、ブログをなぜ始めたかっていうと、YouTube が僕はやっぱ主なんですよ。ね。 で、YouTube を主で、ここで、例えば、ブログ書きましたねんっていう告知ができるわけですよ。わかりますな、何がっていうと、ブログ告知しましたねん動画で広告で稼げるし、そこでブログに誘導させて、ブログの広告でも稼げるみたいなね。もう、宮本武蔵二刀流ですね。二刀流ですね。もう、宮本武蔵流稼ぎ方ですね。だから、その、その、 YouTube の見てる人っていうのは、え、この人ブログ何書いたんだろうって気になるわけですよね。だからアクセスいくじゃないですか。だからこれね、ほんとね、YouTube やってる人こそブログやった方が僕いいと思います。要は、両方にこのそ総合、昔総合リンクみたいなね、すごい流行ったんですけど、自分の総合リンクできるので。だからぐるぐる回せるんで。だからね、 めちゃめちゃ相乗効果でいいと思いますね。だから僕、あのー、まあ、YouTube は主軸っていうのは変わらないですけど、ブログもずっと資産になりますね、今は。間違いなく。使い方次第で。うん、僕はうまく使っていくんで。う <laughs> <laughs> いいかよりも。<laughs> そう。だから、まあ、YouTube が一番ね、一番楽、簡単だし、簡単だし楽だし、YouTube は一番いいです。 ノー編集だったらね。ノー編集だったらもう YouTube 神です。まあ編集するんだったら YouTube 大変ですよ。僕とは久保さんみたいにノー編集でもうバカバカいけるんだったらめっちゃ簡単です。ブログの15分より、だってこれね、今何分だ ?4 分でしょもう余裕ですもん、この4分。<laughs> ブログの15分しんどいですもん。これ4分余裕ですね。ただ喋ってるだけなんて。YouTube 簡単です。僕と久保さんからレベルだとね、もうカスみたいなものです。いくらでもタイトルのテストできるので。 いくらでもバンバンでテストできますから。うん。だからまあ、あのー、まあ、ブログも資産になりますけれども、うん、そのブログに誘導するメインの媒体は YouTube の方がいいと思いますね。うん。ただね、久保さん、ブログも今いいっすよ。ブログもね、久保さん、単価高いです。<laughs> 単価、実は。 まあこれ多分まあ今久保さん現役でやってないと思うんでまあアナリティクス見れないんであれだと思うんですけど、はい、現役プレイヤーですから今アドセンス入れてるんで、はい、この前もこの前も2つ目のブログアドセンスと申請通しましたからねはいだから今1つのブログでアドセンスやってたんですけどこの前通して今2つですねまあこっちはまだそこまで更新してないですけど吉谷拓郎公式ブログはもう去年1年更新しましたし今もずっと更新してますけど だからまあこの2つのブログあれば1万ぐらいはいくかなと思いますけどね今年中にはまあ目標としてはそれぐらいですけど、はい、とこれが1万から3万3万から5万5万から10万だからブログで月10万ぐらいあればいいかなっていうのはありますね僕は、うん、10万あると、まあ、固定費、まあ、それでまあまあ算出できるので ま、目安としてはね。だからブログはサブですよ。メインじゃないですよ。で、サブでプラス10万ぐらいこう安定的に入ってくれば全然いいかなと。まあ、サブのサブか。サブのサブで10万ぐらい毎月安定して入ってくればよくないですか。メインじゃないですよ。<laughs> うん。ふ。う僕はもうそんな感じで考えて、ブログはそんな感じで考えてますね。うん。いってらっしゃい。